並木菓子。山本、周五郎作。一。路地を入ろうとした手筋は、その角の何でも屋の軒下に、長吉がいるのを認めて立ち止まった。五つになる長吉は、軒下に立ったまま、ぼんやりと店の中を眺めていた。どうした、蝶。と、彼は子供の頭を撫でた。 何をそんなに見ているんだ何か欲しいのか長吉は首を振って、ちゃんを待ってるんだ、と言った。ひどくもったいぶった口ぶりで、それから急に、雨んぼうと言った。長吉の父親は、爆地でご用になり、もう60日余りも牢に入っていた。雨んぼうかよし。と、彼は財布から銭を出して、 子供の手に握らせた。これで買ってきな。もう暗くなるから、家へ帰るんだぜ。おっかを待ってるんだ。そうか。と、彼はうなずいた。そんなら、もしも帰りが遅かったら、おじちゃん家へ来ていな。遊んでやるからな。おじちゃん家は、ダメだって。何がダメだ。ダメだって。と、長吉が言った。けちゃん家のおばさんが、ダメだってよ。 そして彼は、店の中へ入って行った。哲次は路地へ入って行き、井戸端にいる人たちと挨拶を交わして、自分の家の戸口へ、今帰った、と言いながら入った。すると、障子を開けたのは、隣の沖野で、静かに、という手真似をし、お帰んなさい、と言った。哲次は、 長吉の言ったことを思い出した。沖野は、ケ太の母親である。彼は、何かあったのかと、下限そうに沖野を見た。今、今、手ぬくいを出すから、そのままゆえ行ってらっしゃいと、沖野が低い声で言った。その間に、晩の支度をしておくわ。うちのやつ、どうかしたんですか大きな声をしないで。 沖野が手を振った。今やっと眠りついたところなのよ。静かにしてちょうだい。鉄児は口をつぐんだ。沖野はすり寄って彼の耳へそっと囁いた。鉄児の口が開き顔がキュッとこわばった。彼は右手で着物の上から懐を押さえた。あとの心配はないそうだけれど、と沖野は言った。 体がすっかり弱っているから、よほど大事にしないと、切れまいってしまうって、医者が言ってましたよ。どうも、とんだ世話になって、すいません。ゆえ、行ってらっしゃい。と、起きのわたって行き、手ぬぐいを持って戻ってきた。晩の支度をしておくけれど、何か注文があったら、言ってくださいな。その心配はいらない。どこかで食べてこよう。 鉄次は行って逃げ出すように外へ出て行った。彼の顔は今にも泣き出しそうに歪み、口の中で、またか、とつぶやいた。路地の角に長吉がいて、おじちゃんと呼びかけ、持っているめんうを見せたが、彼はちょっと目をくれただけでふらふらと四つ目橋の方へ歩いて行った。鉄次は、 足の向くままに歩いた。頭のどこかで、夜やへ行くんだ、と思いながら、すっかり暮れてしまうまで歩き回り、それから行きつけのとしま屋という居酒屋へ入った。それが同じ町内の馴染みの店だということは、中へ入ってから気がつき、そこには知り合いの者が幾人も飲んでいるのを認めた。近回りを、うろついてたんだな。 哲児は、墨の方の、いつもの場所へ腰をかけた。自分時のことで、店は混んでいた。三人ばかりが彼に声をかけたが、彼はそっちを見ただけで、返事はしなかった。助けはいつろうから出るだろう。と、彼は思った。小女が運んできた酒と魚を前に置いて、一人でぼんやり飲みながら、彼は助けの家族のことを考えた。 五つの長吉を抱えて、助けの女房のおみよは火を取りをしている。おみよは体が弱かったが、人仕事ではやってゆけないので、三日行っては二日休むというふうにしながら、親子二人でカツカツ暮らしていた。助けは船宿の先導で、かなりいい稼ぎをするらしいが、馬口のために身がもてず、御用になったのは三度目であった。 船宿の親方の奔走で、二度までは叱りで済んだけれども、三度目にはお裁きを受け、ついに牢屋へ入れられてしまった。ダメだ。爆地はダメだ。と、彼は口の中でつぶやいた。爆地に捕まったらおしまいだ。出てきても、助けはまたやるだろう。同じこった。夫婦別れをするよりしようがねえさ。若者が一人、酒きを持ってきて、 鉄次のそばへ割り込んだ。てざりぃ。と、若者は持っている坂月を差し出した。ひつ。鉄次は彼を見、彼の坂月を見て首を振った。若者は酔っているらしい。鉄次の冷淡な目には気がつかず、坂月を差し出したまま、なお酒をせがんだ。鉄次の額に感触筋が膨れ、彼は高い声で怒鳴った。うるせえ 手次は言った。酒ぐらい、たまには手膳で飲めねえのか。声が高かったので、店の中が急にしんとなり、ほとんどいっぱいの客たちが話をやめてこっちを見た。わかったよ。と、若者は言った。わかったよ。おめえ危険が悪いんだな。手膳に、そうとは気がつかなかったんだ。勘弁してくれ。悪かったよ。手次はそっぽを向いた。 若者は立って向こうへ行き、元の連れと一緒になった。鉄次は、恥ずかしさで顔がほてり、ご女を呼んで感情を命じた。それからさらに、三軒ばかり飲んで回り、十時近くになって、鉄次は家へ帰った。雨戸が閉まっているので、それを開けていると、隣の勝手口が開いて、沖野が顔を出した。 ずいぶん遅かったのね。どこの家へ行ってたのと、沖野が言った。お膳はこじらえてありますよ。鉄次は、低い声で礼を言った。あたし、今帰ったところよ。と、沖野が言った。お姉さん、よく眠ってるから、なるべく起こさないようにしてくださいな。鉄次は家へ入り、後を閉めた。四畳半と六畳の双間で、 六畳の方に蚊帳がつってあり、暗くしてある暗闘の光で、お帝の寝姿がぼんやりと見えた。哲次は、四畳半に置いてある食膳を眺め、かけてある付近へ手をやろうとした。すると、蚊帳の中から、お帝の呼びかける声がした。お帰りなさい。ずかったわね。うん。と、彼は言った。今は帰った。そして、 水を飲むために、勝手の方へ行った。二。水を飲んで戻った手筋は、かやへ入って、着替えはせずに、自分の寝床へ横になった。そう暑い晩ではなく、かやの周りで、かのうなりが聞こえていた。あんた、と、おていが呼びかけた。わかってる。 彼は遮った。いいから寝よ。わかってるの酔ってるんだ。と、彼は言った。寝よ。そして、彼は寝返りを打った。鉄次はよく眠り、沖野が戸を叩く音でようやく目を覚ました。外は開けたばかりで、沖野と入れ違いに井戸端へ出ると、霧のような雨がけぶっていた。 彼は顔を洗って戻り、飯は外で食うから、と、おきのに断って、手早く着替えをした。帯を解いた時、懐から何か足元へ落ちた。手次はそのまま着替えをして、ふと足に触ったので見下ろし、ドキッとしながら慌てて拾った。それは、リッスンに三寸ばかりの平たい放書包みで、彼は懐へねじ込むと、 おきろに後を頼んで、すぐに家を飛び出した。まだ早すぎるわよ、と、おきのが呼びかけた。こんな自分に言ってどうするの鉄じは、傘も持たずに、路地を出て行った。建川の岸へ出ると、彼は懐からさっきの放書包みを取り出し、二つに引き裂いて川へ捨てた。それは昨日。 仕事を少し早くしまって、水天宮まで行ってもらってきたお守りであった。彼は水面を見やり、引き下がれたお守りが、ゆっくりと、大川の方へ流れていくのを眺めながら、引き潮だな、と、ぼんやり、口の中でつぶやいた。そこへ、沖野が傘を持って追ってきた。どうしたのさ、と、沖野が言った。 傘も持たずに飛び出しちまって、どうするの何、霧雨だから。鉄さん。と、沖野が傘を渡しながら彼を見守った。あんた、まさかあのことで。鉄次は顔の方へ手を振った。今、あれを流したんだ。と、彼は言った。あそこ、流れてるだろう。水天宮の安山のお守りだ。沖野は、 鉄次の顔を見つめ、それから目を逸らした。鉄次は、とんだ笑い草さ、と、喉で笑い。傘をすまなかった、と言って、四つ目橋の方へ歩み去った。鉄次の黙っている日が続いた。彼は船大工で、町場は深川平野町にあった。本所の家からは、歩いて市販時余りかかるが、 二十四でお帝と書体を持って七年、枝川の菓子に沿って行く道は目をつむっても歩けるほど慣れていた。哲次は十三の年に、愛富というその船大工の弟子に入り、今では一番年長で仕事場のことはすっかり任されていたし、近頃では自分で道具を使うようなこともなく、職人たちに指図をしていればよかった。 鉄時はもともと口が重く、どっちかというと不愛想な性分だったが、あの日からさらに無口になり、仕事場の職人たちはビリビリしていたし、家ではお帝が腫れ物にでも触るような目で彼を見ていた。お帝は寝たまま、他人の世話になっているのと、彼が何を思っているのか見当がつかないのとで、しばらくは話しかける勇気もなく、 心の中でおろおろしながら今にも何か恐ろしいようなことが起こるのではないかという不安な気分で彼の様子を見ているばかりだった。あのことがあってから五日目の夜、手筋が帰ってきて蚊帳の中で横になってから珍しくお手の方を見て、具合はどうだと聞いた。お手は救われたように、 夫に向かって微笑した。大丈夫よ。と、お帝は言った。今日、お医者が来て、順調だって言ってたわ。哲次は、そうかと言った。ごめんなさいね。と、しばらくして、お帝が言った。すっかり不自由をさせちゃって、起きたら取り返しをつけるから、もう少し、辛抱してくださいね。誰か、雇ったらどうだ おきのさんに悪いだろう。そう思うんだけれど。と、おてえは気弱く笑った。私たし、人を使うことが下手だから。悪くなければ、おきのさんでいいさ。いつもこっちでしているし、治ったらお礼をすればいいでしょと言って、おてえは探るように夫を見た。でも、もしかして、あんたが嫌だったら、お前が良ければいいんだ。 と言って、哲二は仰向けに寝返った。そのまま時間が経ち、長屋のどこかで子供の泣く声が聞こえた。隣も向こうも寝静まっているので、その泣き声はかなりはっきりと高く聞こえた。哲二は、ちょうだな。と思った。長吉の声らしい。こんな時刻にどうしたんだ。そう思っていると、お手が低い声で、あんた。 呼びかけた。あんた、勘にしてね。哲次は黙っていた。まだ怒ってるのと、おていは言った。勘にしてくれないのあんた。その話はよせ。勘にしてくれないのね。哲次は黙っていた。そのまま沈黙が続き、やがて子供の泣き声も聞こえなくなった。言ってください。と、おてが言った。 私、どうすればいいの手筋は、やはり黙っていた。ねえ、言ってよ、はっきり言って。私、覚悟はできてるんだから。と、お帝が含み声で言った。ねえ、私たち、もうダメなのバカなことを言うな。あんたは、勘弁してくれないもの。と、お帝は、乾いた調子で言った。 はじめのときも、二度目のときも、あんたはもっと優しかったし、慰めてもくれたわ。覚えてるけど、あんたは言ったわ。お前のせいじゃない。お前が悪いんじゃないって。じゃあ、誰が悪いんだ俺かと、鉄次が言った。抑えてきた怒りが、たずなを切ったような、激しく鋭い声で、自分でもびっくりしたのだろう。もう、よしてくれ。 少しやわらいだ声で付け加えた。俺は別に怒ってやしない。今更怒ったってどうなることでもありゃしない。つまらないことを言うな。そして彼は反対の方へ寝返った。もう遅いぞ、寝よう。お手はじっとしていた。蚊帳の周りで蚊のうなりが聞こえ、勝手の下あたりで物うげに何かの事務所が泣いていた。 変わったわ。すっかり変わっちゃったわ。と、おていが、低いかすかな声で囁いた。前にはこんなじゃなかったのに、もう、あんな風にはいかないのね。それから、ややしばらく間を置いて、ごく細い、弱々しい声で言った。どうなるのかしら。哲二は、何も言わなかった。どうなるのかしら。 お手が囁いた。もう、あたしたち、ダメなのかしら。三。深川大木町の名も知れない居酒屋で、鉄次は飲んでいた。豊島屋で気まずいことがあってから、彼はその時ばったりの知らない店で飲むようになり、その店もその晩が初めてだった。堀に面した、ちょっとした構えで、 土間には三四十人も入れるし、上に四つばかり小座敷もあった。天井には八軒が二つもつってあるので、店の中は明るく、板場から流れてくる煮焼きの匂いと、いっぱいの客の一息れと、そこで話したり笑ったりする交渉とで、酔わないうちに頭がぼーっとなるようであった。んなが三人。 若い女が三人ばかりいるな、と、鉄次は思った。若い女はおしろいなどを塗って、これは馴染みの客の相手をするらしい。鉄次のところへは小女が来て、注文を聞き、それを運んでき、一度尺の真似をするだけで、そばについているものはなかった。もちろん、彼にはその方が勝手で、周りの客たちの話すのをぼんやりと聞きながら、いつもより気持ちよく、 三本ばかり飲んだ。確かに、いつもより気持ちよく飲んでいたが、そのうちに、彼の前へ、中年の老人者が来てから、急に機嫌の変わるのが自分でも分かった。老人は、歳の頃三十六七で、汚れてはいないが、杉の当たった人へ置き、体つきは肩太りだが、顔は細表で、人を見下すような、高ぶった。 傷はな目をしていた。嫌な野郎がきやがった。鉄次はそう思い、なるべくそっちを見ないようにしながら飲んでいた。するとしばらくして、小さな子供の声が聞こえ、見ると、老人者の脇に、五つばかりの子供が腰掛けており、おしんこで、丼飯を食べようとしていた。子供を連れていたのが、老人者は、 一人だと思ったので、手筋はちょっと意外に重い、今度は改めて、それとなく、様子を盗み見た。老人者は、酒を一本取り、継ぎ出しの小皿を二つ、前に置いたままで、ちびちびと飲んでいた。子供は、手に余る箸を持ち、反対にのしかかるようにして、丼を片手で抱え、そうして周囲の客の、魚の皿、 小鉢やワなどを悲しそうな目で眺めていた。欲しそうな目ではなく、諦めたような悲しそうな目つきであった。父親の浪人者は飲んでいた。一杯の酒好きを、五度にも六度にも、まるで貴重な薬でも舐めるように、大事にかけてすすっていた。ぼや、と、哲二は子供に呼びかけた。おじちゃんのこのお魚。 食べてくれないか子供はゆっくりうつむいた。何か言ったようだが聞こえなかった。鉄次には、いらない、と言ったように思え、そこでまだ箸をつけてない刺身の皿を取って子供の前へ置いた。これを手伝っておくれ、と彼は言った。おじちゃんは酒を飲んでいるから食べられないんだ。うまいぜ、坊や。ね。 食べてごらん。そのご飯に乗っけて食べるとうまいぜ。失礼だが、それは断る。と、老人者が言った。失礼だが、落ちぶれても侍の子だ。食物の施しには預かりたくない。それはそうでしょうが、子供というものは、断る。と、老人者は怒鳴った。俺は小時に来たのではない。大きな声で、 今わりの客たちは話をやめてこっちを見た。老人ものの細い顔が赤くなり、その目が怒りと憎悪のためにギラギラと光った。すみません。と、哲児は皿を引っ込めた。私はそんなつもりじゃなかったんだが、お気に障ったら勘弁してください。老人者は子供に、早く食べろと言った。子供はべそをかいて、 ぬかみそ漬けのカブラと大根と、きゅうりの持ってある鉢へ手を出した。腹は減っているが、いかにも気が進まない、という手つきである。哲二の前には、まだ端をつけない魚が、幾品か並んでいた。子供は、他人のものが欲しいものだ、と、哲二は、抑えた口調で言った。自分が好きなものを食べていても、他人のものは、 もっとうまそうに見えるもんだ。それが子供だ。子供はそういうもんだ。侍も町人も差別はねえ。子供はみんな、同じこった。鉄次の額に、感触筋が立った。罪じゃねえか。と、彼は、一人で続けた。周りにいっぱい魚が並んでいるのに、それを眺めながら、高校で飯を食わせるなんて、罪じゃねえか。そんなら、こんなところへ連れてこなければいいんだ。 上人。と、老人者が言った。口がすぎるぞ。哲二は、目を上げた。貴様。と、老人者が言った。この俺を老人とあなどって、恥ずかしめる気か。私は、子供さんのことを言ってるんだ。老人者は突然、勘毒を取って投げた。哲二は首を曲げ、勘毒は後ろのレンジ窓へ当たって砕けた。許さん 叫んで、浪人者は立ち、反対を回ってこっちへ来た。鉄児は動かなかった。左右の客は慌てて脇へ避け、向こうから女の一人が飛んできた。女が何か叫び、浪人者は鉄児に殴りかかった。鉄児は何もせず、浪人者は片手で、鉄児の襟をつかみ、片手の拳で頬を殴った。そこへ女が飛んできて、 後ろから老人者を捕まえ。またのさん、およしなさい、またのさん。と、叫びながら、懸命に引き離し、鉄地に向かって。すみません、逃げてください。と、叫んだ。この人、酒の上が悪いんです。と、女は言った。すみませんが、逃げてくださいな。辻さん、また後で来てください。その方がいいだろう。 鉄時は財布をそこへ置いて、素早く外へ飛び出した。彼は掘り端を歩いて行きながら、重い怒りが胸に充満しているのを感じた。重さがはかれるほどの怒りで、それは殴られたからではなく、老人者の無神経さと子供の哀れさに対する怒りだった。素直に受けたらどうだ。親の貧乏は子供の責任じゃない。 子供をかわいそうだとは思わないのか何が侍だと、歩きながら彼は下打ちをした。てめえは酒を飲んでいた。酒を飲む銭で子供に煮魚の一つも取ってやったらどうだそれが親っていうものじゃないのかそうじゃないのかと、彼は口に出して言った。時刻は早かったが、財布を置いてきてしまったので、 鉄次はそのまま家の方へ向かった。新高橋と猿絵橋を渡って鍵の手に堀端の道をまっすぐ行けばいい。堀の対岸は軒の低い古びた町屋がごたごたと並んでい,い、こっちは武家の小屋敷が続いていた。この道も飽きたなあ、と鉄次は呟いた。飽きるほど通った。もう七年、この道を通って調和へ行き。 この道を通って家へ帰った。丸七年。これからもこの道を行き、この道を帰るんだ。そうして。鉄次は足を止めた。対岸の町屋の火が、引き潮で水の少なくなった堀に映っていた。彼はその、水面に映っている明かりを眺めながら、そうして、一生終わっちまうんだ。と、つぶやき。 力のない、吐息をついた。4。考えてみると、つまらないものだ。と、哲次は思った。人間なんて哀れな、つまらないようなもんだ。学生く稼いでも、運の悪い者は、一生貧乏に追われ同士だし、金を儲けて贅沢をしてみたところで限りがある。将軍様だって、寝る広さは決まってるだろうし。 一たけに十人前は食べられやしない。同じ仕事を同じように繰り返して、うおさをして、そして追いぼれて死んでしまうんだ。つまらねえもんだ。と、つじはつぶやいた。人間のょうなんて張り合いのないもんだ。そうして、また歩き出そうとして、げんそうに首をかしげ、じさんだってと、つぶやきながら空のどこかを見た。 誰か、辻さんと言ったようだわ。彼はまた、首をかしげた。いや、聞き違いじゃない。確かに誰か、辻さんと言った。あれは相川町にいた七八つ自分の呼び名で、もう二十年余りも呼ばれたことがないし、この辺で知っているものもないはずだ。しかし、確かに、確かに誰か、辻さんって。鉄児は口を開いた。 空のどこかを見上げて、口を開いたまま、しばらくじっとしていい。そうだ。と、やがてうなずいた。あの女だ。老人者を抱きとめた、あの居酒屋の女だ。確かにあの女が、辻さんと言った。誰だろう。鉄人は歩き出した。きっと、昔の俺を知っているんだろうが、誰だろう。明くる日の夕方。 つじは仕事の帰りに、大木町のその居酒屋へ行った。日の長い季節で、外はまだ明るく、店の中もまだ客はまばらだった。ゆうべのみの方に腰をかけると、注文を聞きに来た子女が、あら、ゆうべのやかたね、と言った。酒と魚をそう言い、あたりを見回したが、子女が三人いるだけで、若い女たちの姿は見えなかった。 酒、酒の客が来る自分に出るんだな。化粧などしていたから、多分そんなところだろう、と、哲次は思った。まもなく、ご女が主公と一緒に財布を持ってきて、あのまま手をつけずに置いたから、調べてもらいたい、と言った。哲次は頷いて、財布を懐に入れ、夕べのお姉さんはどうしたと、聞いた。まっすぐに来ますと、ご女は言った。 今、着物を着替えてるから、すぐです。名前は何て言うんだ姉さんのですかと、こんなは笑った。本当の名前かどうか知らないけど、ここでは、おかじ姉さんって言うの。嫌だ、親方。おかぼれね。そして笑って、ぶつ真似をした。おかじ。覚えのないな、だな。おかじ。つじは飲み始めた。彼は早く女に会って、 それが誰だか確かめてみたかったし、同時に、あまり早く確かめるのが惜しくもあった。おかじという名に記憶はない。昔遊んだ女の子は幾人もいたが、おそらくそのうちの誰かに違いない。誰だろう。そう思っていると、耐えて久しく気持ちに張りができ、心楽しくウキウキするようであった。鉄児が三本目を開けたとき、 帳場の脇に女の姿が現れ、小女に何か言われてこっちを見た。手筋は気づかないふりをし、女は髪へ手をやりながらこっちへ来た。スラッとした体つきで、おもながな顔に少し剣があり、微笑したとき、右側にある刃が目立って見えた。わかってと、女がまた微笑した。わからない。 彼が言った。その刃に覚えがあるようだが。まあ、一つ行こう。お酒ですかと、女は酒付きを受け取った。今から飲むと酔っちまうわね。相川町は相川町だろう。誰だっけな。白状ね。はい、ごちそうさま。と、女は酒付きを返し、尺をしながら手筋を睨んだ。私はすぐに分かったわ。 いらしったのは気がつかなかったけれど、またのさんの隣声でこっちを見たとき、その横顔ですぐに辻ちゃんだなって思った。横顔はあの自分のまんまよ。あたし、びっくりしちゃったわ。誰だっけな思い出せないな。誰だっけいいわよ。召し上がれ。と、女は尺をした。あたし、教えないから。思い出すまでここへ来てちょうだい。<laughs> 面白いな。そして、刃を見せて笑った。いいだろう。それもよかろう。と、哲児は頷いた。二度か三度会えば、きっと思い出すに違いない。そういうことにしよう。きっとね、それまで、おかじって呼んでくれればいいわ。と、女はあやすように笑った。それにしても、と、やがて女が言った。 ゆうべ、どうしてあんなことをしたのあの老人者は馴染みかときたまくるだけよ。知らんてほどじゃないけれど、酔うとわからなくなるの。と言って、女は彼を見つめながら首を振った。でも、ゆうべのあれはいけないわ。あれは、貧乏人の気持ちを知らないやり方よ。俺が貧乏を知らないってと、彼も首を振った。 俺は子供がかわいそうだったんだ。子供がかわいそうで見ていられなかっただけだ。小煩悩なのね、おかしい。と、女は笑った。辻ちゃんが小煩悩だなんておかしいわ。今お宅には幾人いるの子供か子供なんかいないさ。女房もないでね。と、女は釈をした。こう見えても私だって二人あるのよ。 隠すことはないでしょ一人もないんだ。と、彼は目を背けた。賛同できたんだけれど、三度とも流産しちまった。女は、まあ、と言った。おてさん、ジョブそうだったのにね。あいつのことも知ってるのかあの人、ジョブそうだったわ。あんたが悪いのよ、きっと。お前、おてを知ってるのか 並木菓子のことだって知ってるわ。一つちょうだい。と、女は、逆付きに手を出した。あの合い引きのことだって、ちゃんと知ってるんだから。哲二は困ったような顔をしながら、女に尺をしてあった。困ったような、照れたような顔つきであった。女は話し続け、哲二は黙って聞いていた。深川の並木菓子。人家の少ないところで、 歌詞とは反対側の道端に並木があった。木は何だったかしら。横に枝が広がっていて、夏になると木陰が暗くなるくらいだった。あんたたちそこで相引きしたじゃないの、と女は言った。いつも夕方で木陰は暗かった。お姉さんは木場の伊勢屋で、木場の伊勢屋に奉公していたから、 抜けてきてもゆっくりはできない。あんたはいっときでも長く止めておきたい。それで口論をしてよくおていさんを泣かせたものだ。そうでしょその通りでしょ <laughs> と言って女は笑った。五。誰だろう一体誰だろう鉄児は女が誰だかわからなかった。並木菓子のことまで知っているとすると、 範囲はずっと狭くなる。辻、というのは、鉄次の手を取った幼い呼び名で、その自分の友達は、こっちが引っ越してしまったから、並木菓子のことは知らないはずである。とすると、誰だろうどこの誰だろうと、鉄次は繰り返し思った。彼は毎日、その店へ通った。梅雨が上がり、六月が過ぎた。 この頃はあった、様子が変わったわね。ある夜、お帝がそう言った。お帝は6月の初めに床上げをしたが、体に性がないようで、顔色も冴えないし、よくこめかみに頭痛口を貼っていたりした。哲児は、毎晩のように帰りが遅かった。お舵と飲んでいると楽しい。お舵が、誰だったかということは、まだわからなかったが、 わからないことも、魚の一つになった。話題も多いし、その話題の切り替えも巧みで、いくら話していても飽きない。それは多分、二人の間に、色めいた気持ちがなかったからであろう。不思議なくらい、二人ともさっぱりしていて、何のこだわりもなかった。確かに変わったわ、と、おていが言った。まるで。 いい人でもできたようだわ。この頃、蝶を見かけないな。と、哲二はお手への顔を見た。助けは牢から出てきたのか話をそらすのね。わかったよ。今日もないというように、彼は手を振った。助けはまだ出てこないのかあんた、蝶坊を見るわけがないじゃないの。朝は早いし、帰るのはいつも遅いし。 おていが言った。たすけさんなら、ろうぬけをしたわ。てつじは目を見張り、ろうぬけだってと、おていを見た。六月初めだったかしら。浅草のためへ送られる途中で、逃げたんですって。たすけが、と、彼はつぼやいた。あいつがか。おみよさんは番所へ呼ばれるし、この長屋へは張り込みがあるし、 帳房は少し前から出ているし、騒ぎだったわ。それで、タスケはまだ捕まらないのか。おていは微笑しながら、夫の目を見つめていた。手ツは、なんだ、と言った。なんでもないけど、なぜ今夜に限って、そんなにタスケさんのことを気にするの彼は、おていの微笑する意味がわかった。他に話すことでもあるか 手筋はやがて仰向けに寝転んだ。他に何か面白い話でもあるなら聞かしてくれ。何かあるのがおてえは黙った。長いこと黙って身動きもしずにいた。手筋がそっと見ると、おていは前かけで顔を覆っていた。あんたはまだあのことを怒っているようだけれど。と、おてえが低い声で言った。私たしがどんな気持ちでいるか。 考えてくれたことはないの。済んだことは4時にしよう。あれは、あたしにも子だったのよ。と、おてえは言った。あんたも悲しいでしょ子供の好きなあんたが、三度ともダメになったんだから、悔しいことはよくわかるわ。でも、あたしだって、どんなに辛いか知れやしない。三度も耳をもって、そのたんびに、お腹の子が流産してしまう。 今度こそと思って、できるだけの養生もし、神信人までして、それがまた、ダメになってしまう。流産して、ぺしゃんこになったお腹をなでながら、あたしがどんな思いをしたか、あんた、わかって哲二は心の中で、ぺしゃんこか、と、つぶやき、その言葉のおかしさに笑いたくなった。あんたは仕事もあるし、酔って気を紛らせることもできるわ。 おていは続けた。でも、あたしには仕事もないし、酔うほどお酒も飲めない。一人でうちにいて、一人でぼんやり考えているだけよ。頼りにするのはあんただけだけれど。そのあんたも、離れてゆくばかりだわ。俺が、どうしたって離れてゆくばかりよ。わかるわ。と、おていは言った。今度の子供を産むことができたら、 もう一度、昔のようになれるかもしれないと思った。それもダメになってしまったし、もうあたし、どうしていいんだかわからないわ。言いたいように言うさ、勝手な勘ぐりの相手はできやしない。前には、そんな風には言わなかったわね。俺はもう三十一だぜ。前にはこんなじゃなかったわ。と、おていが言った。ねえ、と、夫の方を見。 静かにお越した。言ってちょうだい。私たしたち、もうダメなの何が不足なんだと、哲二は、行がしたまま聞き返した。何が不足でそんなことを言うんだ俺にどうしろってんだ不足だなんて言ってと、おてえは泣き出した。私たしはただ、昔のようなあんたになってもらいたいだけだわ。 哲二は口をつぐみ、お呈の泣く声をしばらく聞いていて、それから言った。お前だって、昔のお前じゃないぜ。お呈は、切なそうに泣いていた。それからつい数日して、哲二はおか子から、遠出をしないか、と誘われた。草市の夜で、半台の上にほうずきを刺した小さな壺があり、 そのずきは、おかじがくさい地から買ってき、彼に見せるために刺したのであった。あたしだって、たまに生き抜きがしたいわ、と、おかじが言った。じさんとなら、間違いはないし、二日ばかりのんびり、どこかへ行ってきたいんだけれど。俺となら間違いがないってあんたはそんなことのできないたちよ。あたしの目に、るいはないんだから。 おかじは真面目に言った。それにあたし、男はもうたくさん、道楽者の弟子を持って、ゴリゴリしちゃったわ。子供を二人ひったくって別れちゃったけれど、男なんて、もうまっぴらごめんよ。そんな話は初めて聞くな。弟子のことを話すと、と、おかじは首をすくめた。あたしが誰だかってことが、わかるかもしれませんからね。 剣道はその辺かねえ、二日ばかり出かけましょうよ。と、おかじが甘えた声で言った。そんなにおかみさんのそばにくっついてばかりいるもんじゃないわ。別にいやらしいことをするわけじゃないし、二日くらい抜けられるでしょ息抜きか。と、彼が言った。悪くはないな。そうだ、そいつも悪くはない。 つじは思った。では、どこにしようどこか当てがあるのか江ノ島はどうかしら江ノ島は二日では無理だろう。それなら、川崎はどう川崎とはまた近すぎるな。嘘よ。近ければゆっくりできるじゃないの。一晩泊まって、お大師様へお参りをして、昼寝ぐらいして帰れるでしょそうしましょうよ。と、おかじが言った。 遠出をして昼寝か。と、鉄次は笑った。なるほど。色ごとには縁のねえ話だ。六。行く先は川崎。日は中元の翌日。朝の八時に、兵隊橋の西詰めで会おう。そういうことに約束が決まった。その夜、鉄次はいつもより早く切り上げ、家へ帰ると。 おいにそのことを告げた。もちろん、おかじと行くなどとは言えない。帳場の常吉たちと同僚様へ行ってくる。と、場所も変え、日も余計にいった。同僚様って言うと、四五日かかるわね。三日から行ってくる予定だ。いつか行った時は四、四五日かかったでしょと、おいはいった。あたしも行きたいな。 この前は水戸へ回ったんだろう。と、彼は話をそらした。確か水戸の大洗いへ回ったはずだ。あたしも行っちゃいけないかしら。日立まで往復三日だぜ。と、彼が言った。男の足だって楽じゃね。お前なんかについていけるか。そうね。と、お手はうなずいた。三日じゃ無理だわね。鉄次はまた話をそらし、 助けはまだ捕まらないかと聞いた。おてえはそれで思い出したという風うに。帳簿をもらったらどうだろうと言い出した。あの子はあんたにもよく懐いているし、うちでもらってやれば、おみおさんも故郷へ帰って体の養生ができる。それにもらいごをすると後ができるって言うじゃないの。うん、そうだな。あたしは もらって育ててみたいわ。そうだな。考えてみよう。と、哲次は答えた。十五日が中元で、哲次は午後から大木町へ出かけ、飲みながら、おかじと明日の打ち合わせをした。それが済むと、おかじは初会に彼を見て、微笑しながら、おかみさん、大丈夫と聞いた。哲次は、へ <laughs> と言った。 そんな心配は、相引きにでも行くもののするこった。と、彼は言った。こっちはのんびり、昼寝をして来ようという口だからな。粋なもんだわ。と、おかじは笑った。鉄次は日が入ると、まもなく帰った。彼は少し気がとがめた。ほんの少しではあるが、お手に悪いな。と思い、だが、やましいことはないので、 人を見ろ。と、自分に言った。人は平気で、道楽をしているじゃないが。女を囲ってる者だっていくらもいる。こっちはそんなんじゃない。幼な友達と、生き抜きに出ようというだけだ。それだけじゃないが。女房には関係のないこった。何が悪い。と、彼は自分で自分に言った。家へ帰ると、お手が待ちかねたように、 おみよさんがいなくなった、と知らせた。哲児はびくっとし、ジョーはどうした、と聞いた。蝶ーは、サハイの玄さんとこにいるわ。じゃあ、と、彼はどもった。部屋といに行ったんじゃないのか。今日はお中元よ、と、お帝が言った。それに、書き置きみたいなものがあったの。私は読まなかったけれど、亭主があんなことをして、世間に申し訳ないが、 子供には罪がないと言うから、長吉だけは頼む、と書いてあったんですって。すると、え、そう、と、おていが言った。はじめはみんな、そう思ったの。これは知りつもりだなって。けれども、と、おていは声を潜めた。隣のおきのさんが言うの、そうじゃない、たすけさんと逃げたらしいって。哲次はけげんそうな目をした。そう言うのよ。 おては夫の目にうなずいた。証拠は何にもないけれど、そういう気がするって。日雇いに出た先かなんかで、助けさんと会って、そして、駆け落ちの約束をしたんだろうって。死ぬんなら、子供を置いて行けるわけがないって、そういうのよ。哲児は考えてみて、うん、とうなずき。そうだな。死ぬときは、子供は置いて行けないかもしれない。一緒に。 死ぬ気になるだろうな、と、つぶやいた。うまくやれ、助け。やってみろ。鉄児は寝てから、繰り返しそう思った。うまく逃げ延びて、夫婦で初めから、やり直してみろ。だが、爆地だけはやめろ。それでもまだ爆地をするようなら、お前は人間じゃない。人間じゃねえぞ、と、鉄児は。 口の中で助けに囁ささいた。随分久しぶりの早寝だったが、おいが明日の弁当の下ごしらえをしているうちに、つじは眠ってしまった。翌朝、六時に起きると、弁当もでき、旅の支度も揃えてあった。おいは、先に済ました。というので、つじは一人で朝飯を食べた。食べ終わって、茶をすすっていると、 六畳で何かしていたお帝が、もう済んだのと言いながら、こっちの四畳半へ出てきた。鉄次は、口へ持って行こうとした湯飲みを途中で止め、目をそばめて女房を見た。お帝はよそ行きの人へに、ちりよけのかっぱを置き、鉄鋼をはめていた。私も一緒に行くの。と、お帝は彼に微笑した。いいでしょ たまだもの、連れてってくれるわね。鉄次は、バカだな。と、笑った。俺一人ならいいが、常吉や徳ほ他にも三人ばかり行くんだ。と、彼は言った。お徳ばかりの中へ、俺だけ女房を連れて行けるかだって、いいって言ったもの。いいって、誰が常さんよ。あたし、常さんに頼んだのよ。と、お手が言った。 見ると顔がこわわっていて、声もうわずって聞こえた。あんたが昨日出かけた後で、灯籠、中原に新吉原で灯籠を飾る。お、見に行こうって、つれさんがここへ誘いに寄ったわ。それであたし頼んでみたら、いいって言ったのよ。哲二は、声を出して笑った。何がおかしいのよ、と、おていが言った。 哲児は笑って湯のみを置き、知恵比べか、と言った。知恵比べなら負けないぞ、と言い、立ち上がって三尺を締め直した。知恵比べって何よ、と、お手は顔を引きつらせた。私はただ、連れてってくださいって言っただけじゃないの。そうだろう、多分そうだろう。それがなぜ知恵比べなの ダメならダメって言えばいいでしょと、おてえは声を震わせた。どうするの歩きに出るのさ。と、鉄じは、土間へ降りながら言った。おめえ、行きたければ常と行ってきてもいいぜ。そして、彼は外へ出た。外へ出たが、朝の六時過ぎで、行くあてはなかった。ふと思いついて、はいの家へ寄り。 長吉を連れ出した。玄米の女房の話によると、子供心に諦めているのだろう。一言も母親のことは口にせず、夕べもおとなしく一人で寝たし、朝飯も行儀よく食べた。見ていて、いじらしいくらいだった。と言った。長吉は嬉しそうに、哲二と一緒に外へ出た。七。 鉄次は枝川に沿った道をゆっくり歩いていった。長吉は彼に寄り添うように黙って歩いていた。蝶、と彼が振り向いた。抱いてってやろうか平気、と長吉が答えた。鉄次はお手に怒っていた。なぜ知らん顔をしていなかったんだ。どうして黙って行かせなかったんだ。と彼は心の中で言った。 何でもありゃしない。いやきちを焼いたり、そんな風に邪魔をする必要はなかった。売っちゃっといてくれればよかったんだ。おじちゃんと、長吉が言った。なんだ何でもないと、長吉が言った。お手手をつないでもいいかさ、と、彼は手を出し、長吉はそれをぎゅっと握った。何か、お菓子を買うか平気 長吉は首を振った。堀端の道は静かで、あまり往来の人もなかった。彼は、長吉が強く自分の手を握っているのを感じ、そして心の中で思った。そっちがそんな風につうなら、俺は俺で好きなようにする。気づかれずに浮気をするくらいの知恵はあるんだ。やってみるかお前の知恵で、今日やったように。 俺の浮気が封じられるかどうか、やってみようかと、彼は心の中で、お手に呼びかけた。これまで俺は、一度だって、不実な真似をしたことはない。付き合いだから、茶屋酒も飲むし、中へ行くことだってある。しかしお前に、不実なことは、一変もしなかったし、それはお前が知っているはずだ。そんな、その時ばったりの色事ができない性分だということは、 お前がよく知っているはずじゃないか。そうじゃないのか。と、彼はお手に問いかけた。おじちゃんと、長吉が言った。どうしたと、彼は振り向いた。くたびれちゃったか大丈夫と、長吉は首を振り、堀の方を指さした。この川で塩引きが取れるかそうさなあ。と、彼が言った。今日は塩酒が好きか どっちでもと、長吉が言った。鉄次は空を見上げた。空は薄曇っていて、あたりはもやでもかかったように、堀の石垣も、対岸の柳も、ぼんやりと、物う,そうに見えた。塔の立ったような気持ちだ、と、彼は思った。塔の立ったような、疲れたような気持ちだ。丸七年、丸七年のあまりも、 この道を行き、この道を帰った。食べて寝て、この道を行ったり帰ったりして、一体何が残ったこれからも、同じことを繰り返すだろう。死ぬまで同じことの繰り返しだ。死ぬまでだ。わかるか俺は息抜きがしたい。この繰り返しにはうんざりする。と、哲次は心の中で呟いた。俺は生き抜きがしたかった。 おかじと二日ばかり遠出をすれば、少しは気が変わるかと思った。それだけだ。おかじの方にも色気なんぞはなかったし、俺にもそんな気持ちは少しもなかった。これっぽっちもなかったんだ。橋を渡り、また橋を渡った。おじちゃんと、き吉が言った。おしっこ。鉄じは、よし、と言い、ほり畑へ連れて行って、 後ろから肩を押さえてやった。長吉は巧みに用を足した。子供の肩を押さえてやりながら、彼はふと、そこが並木がしたということに気づいた。こちら側には、あの頃と同じように材木が積んであり、菓子に沿って山頂ばかり向こうまで並木が続いている。その木は、最価値というのだそうで、黒みを帯びた細かい葉の、 びっしりとついた枝が横へ広く、重たげに腕を伸ばし、人並びに暗い木陰を作っていた。鉄児は胸の中で横笛の音が聞こえるように思い、猛然とその波気を眺め合った。おて、と彼は心の中で言った。二人はそこでたびたび会った。そこの向こうの こっちから五本目の木陰がそれだ。お手が先に来ていることもあり、用があって、遅れてきて、すぐに帰ったこともある。その向こうの五本目の木陰だ。俺が仕事の都合で遅れて、駆けつけてくると、あいつはその木に持たれていて、行ってみると、泣いていたことがあった。どうしたんだと言ったら、飛びついてきて、ああよかった。と言った。ああよかった。 もうあんたは来てくれないのかと思ってたのよ。嬉しい。と言って、俺にしがみついた。しがみついて泣いた。今でもはっきり思い出せる。嬉しい。と言って、あいつは俺にしがみついて泣いた。おじちゃんと、長吉が言った。もういい。彼は、よし。と言った。少し休もうかな。長吉はこっくりをした。そこで休もう。 彼は材木の積んである方へ、長吉を連れて行った。ここで少し休んで、それから何か買いに行こう。二人は材木の上へ腰をかけた。空の荷車を引いた老人が一人、ゆっくりと二人の前を通り過ぎた。鉄次は膝の上へ左右の肘をつき、うつむいて両手で額を支えた。ああ。 彼はため息をついた。力の抜けた、うつろなため息であった。長吉は、おとなしく腰掛けていて、それからぼんやりと、何かの歌を歌い出した。しかし、歌い出すとすぐに、歌をやめて、彼の袖を引いた。おじちゃんと、長吉は囁ささいた。おじちゃん皆よ、おばちゃんだよ哲じは、ううっと言った。になったらさ。 長吉は彼をこづいた。ねえ、見てごらんたら、おじちゃんちのおばちゃんが来たよ。手筋は、うんと言い,い、それからふいと顔を上げた。長吉が向こうを指さした。向こうから、お手への来るのが見えた。彼女の好きな、なるみしぼりのひとえに、白い健常博多を締めていた。うつむいて、放心したような足取りで、 一歩一歩拾うようにゆっくりとこっちへ来る。脇へは目も向けず、うつむいたままでこっちへ来て二人の前を通り過ぎ、そうしてあの五本目の木陰で立ち止まった。鉄児は黙って見ていた。石にでもなったように身動きもせずに黙ってお帝の姿を見守っていた。お帝はその木陰に入り、 木の幹へ両手を当ててもたれかかった。鉄児はじっと見守っていた。彼の額が青白くなり眉がしかんだ。長吉がおじちゃんと呼びかけると彼は手を振り目で黙ってるんだという風うに子供を見た。すぐ来るからな。と彼は言った。すぐに来るからここで待ってな。 長吉は、うんとうなずいた。鉄地は立ち上がって、静かにそっちへ歩いて行った。お手は気づかなかった。彼はそばへ寄って、そっと肩へ両手をかけた。お手は飛び上がり、振り返って、彼を見ると、お、と、大きく口を開けた。いいよ、何にも言うな。と、彼は、しゃがれた声で言った。わってる。 わかったよ。あんた。あんた、初めてでしょと、お帝は彼にしがみつき、おえつしながら言った。私たしは、時々来るの。時々ここへ来ていたのよ。ここへ来て、あの木の陰で。わかった。流ないでくれ。と、彼はお帝の肩を両手で押さえた。向こうに、蝶坊がいるんだ。蝶が見ているから。 泣かないでくれ。あんた、と、おていが言った。ちょぼうを引き取ろう、と、彼は言った。ちょうを引き取って、三人で。あんた、と、おていは、彼の胸にかじりついた。つ土は振り返り、長吉に向かって手招きをした。長吉は立ち上がり、不決断に、そろそろと、こっちへ歩いてきた。